京都貿易さんのレストラン賞金井会長にお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。はいはい、今日も大盛況ですね。はいはい、おかげさまでね、今までやっぱり最高なんじゃないでしょうかね。あのパサデナの方に会場を移されて今年で2回目と。そうですね、はい、今回は何店舗ぐらい、何社ぐらいのブースが集まってるんでしょう。100ぐらいじゃないですか。企業数にするともうちょっと伸びる。そうですね、110社ぐらいでしょうかね。あの以前に金井会長にもお話を伺いました。祭り米、新しく玄米が出ましたね。はいはい、やっぱりアメリカ人の中でも日本米の理解者がだんだん増えてきてますよね。だから日本のこれからのお米の将来もいいんじゃないですか。はい、そして日本酒も大変盛り上がっておりましたが、日本酒はねもう完全にねアメリカ人の中に今入っていっておりますね。ですから、我々も、まあ、日本酒ばっかりじゃなくて焼酎もね、はい、入れたいと思ってるんですよ。じゃあ京都貿易さんとしては今後は焼酎の方もずっと。そうですね、今焼酎それからラーメンとかね、うどんそばっていう面でもこれも広げるでしょうね。はい、ですからまあ大衆化してくるということは非常に喜ばしいことですね。あの金井会長からこの最近のアメリカを見て日本食の存在位置ってどうでしょう。まあ、アメリカだけでなくて今はあのヨーロッパがね非常にその日本食というものに着目してるんです。でこれはやっぱりアメリカの食文化っていうのはヨーロッパから来てますから、やっぱりアメリカ人の日本食に対する認識がやっぱりヨーロッパでだんだんと広がってるんですね。そういう意味で世界の二大文化ですね、東洋文化それから西洋食文化、この二つがますますこうお互いに触れ合うようになるんじゃないでしょうかね。この点は私もこの50年以上の経験でね完全にそう信じるようになりました。あのアメリカだとどうしてもファーストフードっていうイメージがあるんですけれども、日本食は逆にスローフードというイメージがありまして、このあたりはどうなんでしょう。そうですね、やっぱりアメリカ人はその大陸を開拓してくるのにね、ご飯食べてる間そんな時間が取れないという習慣があるんですけどね、これやっぱりファーストフードの原点でしょ。しかしそれも悪くはないけれど、やっぱり食の味とかね文化というものについてはアゲンストの点が多いですよね。でだんだん今それ気づいて各食の文化にはいろいろその個性があって、そういう中に非常に味とか栄養とか健康とかそういうものをやっぱり随分考えるようになりましたよね。そういう点では非常に広がりを見せているということが言えるでしょうね。はい、じゃあ日本食文化も理解されやすい環境が整っている。そうです、もう理解されてきているということは確実ですね。私が始めた時はね、日本食の中でも寿司というのを取り上げてやったんですけど、その時はもう全然もうダメでしたかね。まあ自然にもう寿司を知らない人いないでしょ。はい、ですからこれから日本食のマーケットがどんどん広がるというふうに確信しております。はい、わかりました。あの毎年毎年楽しみにしておりますので、はいはい、今後もよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、京都貿易金井会長にお話伺いました。